ウィリアムズ FW25 はウィリアムズが2003年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはパトリック・ヘッド、ギャビン、フィッシャー、アントニア・テルツィ。アメリカ GP にて、ラルフ・シューマッハがドライブする FW252003 年シーズンの開幕時点では FW24 のギアボックスを搭載したハイブリッド仕様でデビューし、 第3戦ブラジル GP より新型ギアボックスを投入した。フェラーリから空力専門家のアントニア・テルッツィが加入。波打つように湾曲したフロントウィング、バージボードからターニングベーンへの変更、複雑なリアボディワークなど、マシンの各部に細かな空力アップデートが続けられた。序盤戦は試行錯誤の結果が見られなかったが、フランク・ダーニーがチームに復帰して、 セットアップに貢献。ミシュランが投入したワイドトレッドのフロントタイヤとのマッチングに成功し、中盤戦以降は高いレースパフォーマンスを発揮するマシンに仕上がった。ドライバーは前年に引き続きファンパブロ・モントーヤとラルフ・シューマッハ。イタリア GP 前のテストでシューマッハが負傷したため、この一戦はテストドライバーのマルク・ジェネがドライブした。この年はフェラーリが新車である。 F2003 がの開発につまずいたこともあり、終盤までチャンピオン争いを繰り広げることとなった。第7戦モナコ GP ではモントーヤが2000年のインディ500に続くクラシックイベントを制覇。モントーヤは8戦連続表彰台に立ち、一時はポイントリーダーのミハイル・シューマッハに1ポイント差まで肉迫した。シューマッハも2勝を挙げ、2名合わせて表彰台12回と、 安定したリザルトを残した。コンストラクターズランキングはフェラーリから11点差の2位、モントーヤがミハエル・シューマッハとキミライ・コネンに次ぐドライバーズランキング3位となった。太字はポールポジション、車体字はファステストラップ車検時には規定値の幅だが走行中の荷重により設置面積が広がると言われた。FIA の勧告によりイタリア GP よりトレッドを縮めた。 ありがとうございます。